ごご覧いいただきありがとうございます現地19日ヒューストン・アストロズは敵地でタンパベイ・レイズを4対0で下し2位マリナーズに15ゲーム差をつけて2年連続アメリカンリーグ西地区・地区優勝を決めましたアストロズがアメリカンリーグ西地区を制すのは過去6年で5回目その座をアスレチックスに譲りその間で唯一優勝を逃した2020年はコロナウイルスパンデミックの影響で60試合の短縮シーズンであり 過去5年の試合フルシーズンは全て制してしいますこれはアメリカンリーグ西地区の歴史の中でもベストの一つに数えられます遡ると1971年から75年にかけてオークランドアスレチックスが5年連続地区優勝この時のアスレチックスは72、73、74年とワールドシリーズ3連覇も果たしていますロサンゼルス・エンジェルスは2004年から2009年にかけて 今回のアストロズと同じように6年間で5回の地区優勝。ただ、この間、ワールドシリーズにたどり着くことはできず。エンジェルスが最後にワールドシリーズ進出、そして制覇を果たしたのは、この期間の前、2002年でした。改めて2017年から今シーズンまで6年間で5回の地区優勝。この間、2017年、球団初のワールドシリーズ制覇を含め、19年、そして昨シーズンと3回のワールドシリーズ進出。 そして2019年シーズン終了後にゲリット・コール20年シーズン終了後はジョージ・スプリンガーそして昨シーズン終了後にはカルロス・コレアと講師でチームを支えたビッグネームが毎年のように FA でチームを去っているにもかかわらずそれでも地区最強であり続けるアストロズ今シーズンも盤石の戦いぶりを見せました変わらず高いパフォーマンスを見せ続けホームラン25本のうち先頭打者ホームランは11本アストロズ一筋13シーズン目 32歳のホセ・アルトゥーベ前半戦は苦しんだものの後半に入り調子を上げ数字も見栄えの良いものとなっているアレックス・ブレグマンさらにここまでチームトップの99打点5年目25歳のカエル・タッカーそして昨シーズンブレイクし今シーズンはそれ以上の活躍で6月に結んだ6年1億1500万ドルの契約が格安バーゲンだと言われるほどのこちらも25歳ヨルダン・アルバレス カルロス・コレアの抜けたショートに収まったのはルーキー24歳のジェレミー・ペイリャ開幕から6月1日までは打率2割8分5厘ホームラン8本 OPS825 とし新人王との声も上がりました7月8月とシーズンが進むにつれ数字は下がりましたがそれでもここまで123試合に出場ディフェンス DRS15 はリーグのショートストップでトップの数字となっています 投手陣では昨シーズン28試合に登板し162.1イニングスを投げたランス・マッカラーズジュニアを故障で各状況で開幕を迎えますがその一方でトミー・ジョン手術を受け昨シーズンを全休していた39歳ジャスティン・バーランダーが1年2500万ドルでチームと再契約し戦列復帰39歳トミー・ジョン手術明け2020年にわずか1イニングを投げて以来の復帰で どこまでやれるのかと懐疑的な見方も当然ながらありましたが開幕後はご存知の通りそれを吹き飛ばしサイ・最ヤング賞最有力候補となるほどのパフォーマンス8月30日からは右足ふくらはぎを痛めて故障者リスト入りしていましたが現地9月16日のアスレチックス戦で5回79球ノーヒットフォアボール1つ9奪三振無失点という圧巻のピッチングで復帰を果たしています 2017年に13年間を過ごしたタイガースを去り、トレードデッドラインでアストロズに加入して以降、その年のアメリカンリーグチャンピオンシップでは MVP、そしてワールドチャンピオンとなり、18年にはサイ・ヤング賞投票2位、19年には自身2度目のサイ・ヤング賞を獲得、3000奪三振、そして自身3度目のノーヒッターを達成しているアストロズでのバーランダー。今シーズン、サイ・ヤング賞を獲得すればキャリア3回目となりますが、これは MLB 史上11人目となります。 来シーズンの契約については1年2500万ドルでバーランダーにオプションがありますが本人は常々45歳までは投げたいと語っており今シーズンの成績を鑑みればオプションを行使せず複数年契約を見据え40歳にして FA 市場に打って出る可能性が高いと思われますさらにアストロズ投手陣では今シーズン28試合に登板キャリアベストのシーズンを送るフランバーバルですが 抜群の安定感を誇り現地4月25日から9月18日までの試合で25試合連続クオリティスタートの MLB 記録を達成そのバルデスのゴロ率グラウンドボールレートはキャリアで66.3% 2002年以降のピッチャーで過去最高となっていますバーランダー、バルデスを筆頭にクリスチャン・ハビア、ルイス・ガルシア、ホセ・ウルキディここにトレードデッドラインでブレイブスに移籍するまではジェイク・オドリッチ そして8月からは、ランス・マッカラーズジュニアが復帰したアストロズのローテーション。ブルペンと合わせてのチーム防御率、ウィップは共にアメリカンリーグナンバーワンです。改めて圧倒的な強さ。現地19日の試合を終えた時点で97勝51敗。地区2位のマリナーズに15ゲーム差をつけたアストロズ。アメリカンリーグに今シーズン7試合の直接対決で5勝2敗と勝ち越したヤンキースにも8ゲーム差をつけており、 プレイオフでは第一シードがほぼ確実でディビジョンシリーズからの登場となり、ディビジョンはもちろんチャンピオンシップシリーズに進出した場合でもホームスタジアムアドバンテージを得ることになります。チームとして2017年以来2度目、そしてチームを率いるダスティ・ベイカー監督にとって監督歴25年目にして初のワールドシリーズ制覇なるでしょうか。ちなみにトレードデッドラインでオリオールズから加入したトレイマンシーニは現在30歳、メジャー7年目、 初のプレイオフとなりますご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん